ちょうど昨年の3月から、第1期生の、サロン生の募集をさせていただいて、細々ではありますけれども活動を開始いたしました。毎週基本的に1本私が書かせていただくコラムと、指導動画を配信させていただくことを中心にしながら、その間集まっていただいたサロン生同士が、Facebook 上で、それぞれのテーマに基づいて、ディスカッションをさせていただいたり、あるいは個別に、解説しました LINE にそれぞれの活動の動画等を投稿していただきながら個人的に、私なりの感想を申し上げさせていただいたり、あるいは Facebook 上でも特に商談審査に向けて等の立ち会い動画等を、皆さんで、それをその内容に対して一緒に研究勉強させていただいたり、非常に活動が広がってまいりまして、現在去年の3月と比較しましてだいぶ陣容も広がってまいりましたので、よりそれぞれの活動が深まってきているかなというふうに、ちょうど1年で実感をしています。剣道パークというサイトをお持ちの長松君に、現在、芸能界等でもこういった、オンラインサロンという形式で人が集まる場所がある、剣道でもおそらくこれから行われるであろうから、一緒にやってみませんかという持ちかけをもらいました。私自身あまりそういったところでの深い知識が、なかったので、周りを少し、調べたりしまして、とてもとても剣道界あるいは世の中全体に私のような若輩者が、剣道はこうであるということを述べさせていただくのは僭越すぎるんですけれども、道場をやっております延長で、これからは新しいそういったシステムの中で人と人とのつながりができていく、そんなところは非常に興味深いですし、対応していく必要というものを非常に強く感じていたところもありまして、それでは、人がやった後を追っかけるんではなくて、まずこういったことならできるんじゃないかなというところを追いかかしていただいたところで相談をしながら、まずやってみましょうということで、踏み出したのが、去年のちょうど3月ということですね。ちょうど重なってしまったので、結果的に、世の中がオンライン、というリモートオンラインという形に仕事や活動がこうスライド大きくしていく中と同時期になってしまったんですけども、ちょうどそこを決めたところはまだ、このような形になることも想像もしていなかった時期なので、結果的にこうオンラインという形の方に、世の中全体がなっていったということで、私自身は、そんなに深い知識も当時から持っていませんけれども、この状況を見据えて行った対応では実際はないんですよね。その後、私にとってはこれ結果的にはそれがこの決断をこの時期にしていたことの副産物といいますか、書道館自体の活動も、昨年の5月6月は、
世の中全体で活動を止めなきゃいけなかった時期には、やはり同情の活動が少年も一般も一切できない約2ヶ月間がありました。でその時に、このオンラインサロンでやろうとしていたシステムを少し、活用しながら、そうしましたら同情の方々と、オンライン上で顔を合わせながら、講義をさせていただいたり、あるいは、自宅でできるそういった、傾向法について、お伝えしたりという活動が毎週、できたので、そういう意味では書道館自体の活動が止まらないで、結果的に少年部から一般部まで、あるいはこれまでだと限られた時間の中で年に1回か2回しかお目にかかれない関係でも長くお付き合いいただいていた地方のお弟子さんであったり、海外の関係者等ですね、このシステム、特にズームを活用してのオンライン稽古が、非常に、毎週通じてできたことがきっかけで、その後も現在も毎週、そのオンラインの中継は書道館の活動を続けてますけれども、そんなところに結びついたところをですね、私自身は剣道界の大半の活動が止まっている中では非常に大きな副産物を得ることができたのかなというふうに感じています。逆にイノベーション研究所の方としては、やはり大きな柱は実践稽古会というのを毎月一遍、書道館の実践的な稽古とは別に、このサロンメンバーで、書道館を皮切りに各それぞれの会員の方々の地域を回って実践の稽古会ができればなというところで企画して始めたところだったんですけど、まだ1年経ってその部分は実現できない形で足踏みをしている。ですから活動1年経ちましたけども、大きな柱は残念ながらまだ踏み出せずに、何回か、こちらにいらっしゃる人たちを中心にで何人かの方々はお越しいただいて、少人数での実践稽古は昨年できたんですけども、その部分においては、まだまだこれから、しっかり作っていきながら、また、広がりを作っていければそこから生まれてくるものもあるんじゃないかなというふうに期待はしていますけれども、そういう意味ではいろいろな方法論で、剣道に向き合える場というのは、当然稽古の主体は道場で、稽古するということに尽きると思ってるんですが、先ほど申し上げたように人と人との関わりだとか、それからこれまでとは比べ物にならないぐらいに、そのオンライン上っていうのは、距離も埋めてしまいますし、で実際に動画の技術が非常に上がっているので、私自身の活動としては、記録に残す、あるいは今現在の活動として、今後振り返りが、できたり、あるいは書道館としての考え方を後世に残すためにも、こういった機会を活用して文字と映像でその伝えたい内容を示す、それがきっかけになることは一つ目指していましたけども、ただそれは日頃門弟の方々にお伝えするのはシンプルにもうそういう目的で集まった方にお伝えするんで、そういう言葉の言い回しもひっくるめて、ストレートにすればいいことなんですけども、このサロンっていうのはまたそこでそれぞれの場で勉強されている方が持ち寄ってそれを研究材料にしてもらう形で、
時に、あ、こういう方もこういう考え方もあるのかというふうに、そういった方々の何か印象に残るものが一つでも二つでも生むことができたら、まあ、そこでのお付き合いも広がるんじゃないかということで、あえて、同情ということを前面に出すよりも、例えば指導法であっても、私が誰かに直接指導する場ということよりも、ある程度それぞれが指導現場で教えている方々も想定しながら、指導法の研究の場ということになれば、いろんな考え方があってもその一つ一つに向き合うことが、まあ、理想の指導法を求める研究になるだろうということで、あえて、研究所という名称の中で、幅を持って対応できるように、で当然書道館の会員もその中に、入っていただいている方もいらっしゃいますし、全く書道館の存在を知らない中で、オンライン上で、まあ、私が示させていただいた動画をきっかけに知っていただいて、興味持って入っていただいている方も、今現在中にいらっしゃいますので、その部分においては対象者に、言葉も選びながら、その方々に対して混乱をさせないように、失礼をしないで済むように、しながら、まあ、一緒にそこは勉強させていただくというスタンスで、いわゆるサロンという、で結果的にそうは言ってもやっぱりものを伝えるということは、そうですね、言いっぱなしではいけませんから、責任も生じてくるわけで、そういったところはやっぱりこうあるべきじゃないかというところは強く自分の意思も伝えなければいけないので、まあオンライン、まあ、そこはものを教える場面としては同情という精神は、時として必要だと思いますので、通信教育型道場というサブタイトルがその後生まれるんですけども、まあ、今の場合には通信教育というのは一つ分野として、きちっと成立しているところであるので、教授法としてですから、映像等々を通じて、直接同じ空間に立てなくても通信を使って教育することも可能であるというところで、まあ、そこで学ぶことを勉強に入っていただく方にも受け入れやすく、させていただいているところで、ただ、根底は、オンラインのサロンというのは、社交場ですので、いろんな分野で、活躍されている方の、まあ、社交場として剣道が中心になって、それぞれの、まあ、お仕事に、あるいは活動に生かせるような場になればなということを、でまたそういったことを感じながらそちらの活動をしていくと、本文の剣道の道場という場所もやはり歴史上見て、非常に機能の高いというか、幕末等々の江戸の道場の様子、書き残されている様子なんかを拝見すると、やはり、完全なる、これは今の言葉でいうサロン的なですね、人と人とがそこで関わることによって、極端なことを言うと国を動かすところに結びついた、思想的なことを共有することに結びついた、まさしく、社交場だったということがより一層、まあ、分かってきたところも非常に私にとっては、まあ、有意義だったと思ってますね。はい、やはりですね、これはまあ自分が師匠から受けた教えですけれども、まあ、我々はその一般の方よりも剣道に向き合う時間をこう生活の中で多く取らせてもらいながら生活をさせてもらってきましたので、まあ、その方々に、
まあ胸を張って言えることっていうのは、剣道のそういった技術的な、こういう勉強された方が、剣道として理想なんではないかということをお示しさせていただくというのが、でそれがまあ大きな意味で今は剣の理法の修練による人間形成の道を、剣道の理念として捉える方向で、日本あるいは世界の剣道が向いていますけれども、その人間形成に結びつくということはそれぞれの方々においては、どう仕事あるいは学業も含めて生活に役立つように、剣道のこう技術の習得にこう費やす時間がそこにプラスになるかという、まあ、そういったところが大きな目的目標なんだということが、まあ、剣道では問われていますから、だから我々はそこで剣道のそういった技術的なものあるいは、歴史も含めた剣道そのものの意味を少しでも分かりやすく紹介をさせていただきながら、できれば高いレベルにそれを導けるように、できるかというのが道場における我々の、まあ、目指すところでは、まあ、あるわけですよね。だからその辺を教育受けましたんで、決して剣道家が人格的に優れてるわけじゃ決してないので、むしろ我々の方がそれぞれ、たくさん学問を収めた方であったり、会社で人を束ねられてる、あるいは、非常に高い学問で医療に従事されている方々から、むしろそれは、学びながらやっぱり自らの人格を作っていかなければいけないところは、重々自覚しておりますので、ですから剣道というものを我々は生きていく上でおいてはなりわいにしてますけど、皆さんの場合にはそれで食べていくわけではない方々にの生活の中にどう剣道が生きるようにお伝えすることができるかというのが、まあ、道場のある種使命であるので、それは先ほど申し上げるように精神的なつながりの中で、で実際に表現することを同じ場にいなくても動画を通じて示すことであったり、文字として示すことでも伝わる要素は、その昔に比べたら格段にそこは技術的に上がってきているので、道場から一つ広がった価値観においてもそういった剣道を、まあ、共有することでそれぞれが高め合える場所っていうのはできるんじゃないかなっていうふうに思っていたんですね。でもまあそれをあくまでもおぼろげながらで、ね、まあよりどころっていうのはやはり先ほど申し上げた遠くにいらっしゃる方々が非常にお金と時間をかけてわざわざ書道館においでいただける方はその中でもほんの一握りなので、定期的に例えば長く関わるフランスの書道館の支部の会員たちにいずれはオンラインでつないで同時双方向で、向こうの剣道をチェックしたり、こちらが実際に手本を示したりとかっていうことができるんじゃないかなというのは、そのオンラインサロンの存在を知るより前に頭の中にはあったので、このサロンを通じてそういったことにも結びつけばいいんだけれどもなという願いも込めての踏み出しではあったんですよね。ですからあくまでも道場の活動にどう結びつくように、あるいは道場の活動を損なわないように、また新しいそういう方々と関われる道筋としてちょっと興味のある、まあそういう意味では場所だったということになりますかね。はい、全然
どう動くかはわからないままに、若い方は若い方なりのそういう付き合いの中で、我々まだ若いつもりでいましたけど、もうだいぶ遅れてるなという自覚があるので、我々が想像もつかないことを彼らはやれる部分っていうのは、そのことに託しながら、ちょっと私の理想とするところと結びつけたらどんなことが見られるのかなっていう興味もありながら、まずこう従ってやってみたっていうところもありますですね、はい、おそらくまあ祖父や父が今いたら、時には顔しかめんのかなと思うことは想像しますですね。いやそれはちょっとおかしいだろうって言うかなと思うような、そんな感覚もする反面、もしかしたら当時このシステムがあったらもっと広げたかもしれないなと思うところもあるんですよね、はい、その部分の伝え方がなかったので。でも考えてみると、手前味噌ですけど、国際交流を、それこそこの道場の近辺にこれだけ多くの外国人が、フランス人たちが実際に寄宿のような格好で住んで、毎日剣道をこう、まあ辛くない剣道をですね、やったのは非常にそういう意味では進歩的なことだったわけですよね。外国人を日本人が見るのが珍しい時代に、こう朝から晩まで剣道をやるフランス人を、まあうちの祖父はもう一生懸命日本人に教えるのと同じように教えていて、またそれに対して彼は答えてたことなんかは、当時はなんでそんな、まあ言葉は語弊ありましたが、外人なんかにそんな一生懸命っていう、高見山が、ね、鍛えられてるのを見るのが外国人の武道で、高見山が非常にそういうコントラストで描かれた時代に、ああいう方のもっと、それこそハワイよりヨーロッパの方が遠かったですからね、こう精神的にも。だヨーロッパのそういう、まあ、あるもう年齢にいってる方々が道場の近くに住んで日中から稽古しているなんていう姿は、すごく当時の剣道家、明治生まれの剣道家としては二歩も三歩も先に行く発想だと思うんですけど、まあそれを全く迷いなく伝えられるんで、一生懸命やる人ならどんどん教えていた、こう様を見ますと、このような形があったら、もしかしたらもっともっと活用してですね、広げたんじゃないかなと思うところもあるんですよね。我々の方がむしろ頭固いのかなと思っちゃうところもあるんで、だから相手の、結局はこういったのは、相手の熱に応じて、まあ、伝える側はさらに自分の熱も上げていくっていうところに、まあなっていってしかるべきもんだと思ってるので、だからまあ雑誌等にもそういう説明をしたんですけど、根底はものすごく新しいツールを使ってやっても、まあ習ったことをなるべく損なわないように次の世代に伝えていくために、最も新しい方法論を使うということで、当時日本人も外国人もなく、いいものを求めている対象には、どんどん教えたくなる感覚で教えていた祖父の、それと根本は同じような気はするんですけどね。だから当時そんな方法論があったらどんなふうに活用したかなっていうのは、想像したり実際見てみたかったりするところっていうのはありますよね、はあ。
いいと思ったら、うん、それをいいと思うことを生かすためにはこう執念が乗らないといけないんで、だその表れが誰も今まで やってなかったところであっても、それは対象者がなければね、それは机上の空論になってしまうと思いますけど、一人でも二人でも対象者がいれば、その中でまた生んでいけるものなんじゃないかなと思いますけどですね。だからそんなことでこう地方に、まあ、仕事の関係や家の関係で普段なかなか毎週通えない方々の方が逆にこううちで稽古やることの意味をその方々は分かっていらっしゃるわけで、もうあるね、それこそ七段クラスに皆さんなってるから、地域で教えればむしろ優越感を持って その方が教えられる方々にもかかわらず、わざわざ東京まで来て苦労してですね、苦しい思いしたりする、まあ求めるところがのレベルが低いと、そんなことにも陥りがちなところがあるにもかかわらず、段位が上がっても、それまでと同じような気持ちでこう道場の活動に向き合ってくださる方々は非常に、まあ、ありがたいと思っていたんですけども、まあ、この機にもう当たり前のように毎週顔が合わせられるようになることは少なくとも1年半前は想像できなかったんで、だからこれはやっぱり大きいことだなというふうに、やっぱり剣道は人間関係だと思っているので、だから何ていうんですかね、押し売りする必要は全く元ないと思ってるんですけど、どっかでつながれる部分がある方とどのぐらい深く長い時間関われるかということで、こうその伝える側とこう伝えられる側とのコミュニケーションが取れていくことが、ね、師弟関係に結びついたり、それが流儀流派に結びついたりしていくことだと思うので、だこの もっと今後これが 5G がさらにこう広がっていくと、よりこのネット環境っていうのはもっとこうきめ細かくストレスがなく、誰でももっと簡単にですねこう活用できるものにさらになるんだということを考えると、いい剣道の勉強するためには、もっともっとそれは活用されるべきところがあるんじゃないかなっていうのを非常にこの1年間で強く実感しましたですね、はい。ですからやっぱりある程度もう理解されてる方々はそれができるんだと思うんですよね。ですからまあこれは技術論でいうとこの見取り稽古をする力だと思うんですけど、単なる稽古風景を眺めるだけだったら毎週はやっぱり入ってこれないですよね。で自身の課題があったり、そのこう何かを求める稽古の内容に求める要素がある方は、あそこにじっと2時間ですね、こう、まあ、それぞれ環境はみんな違うんでしょうけども、スマートフォンで見てる方もいらっしゃれば、ね、タブレット見てる方もいらっしゃると思うんですが、じっとこう見取り稽古ができるっていうことが、まあ、まずその方の力として、まあありがたいし、まあ認めていい、その見取り稽古ができる中身として、我々が日頃からお伝えしている感性の部分が少し伝わっているのかなという、そういう実感にもなりますよね、はい。でこちら側もね、講義をしてて感じるのは、最初その4月5月に話をしているときに、なんとなく誰もいないところで
パソコン上に向かって話するっていうのはあまりにも実感がないとこなんで、なんとなく話しにくかったんですけど、こう画面上に向かって話しかけているうちに、結局向こう側はこちら側を画面を見る集中力が伝わってくるので、実際学校で講義をしたりとか道場で皆さんに座って話を聞いていただくよりも引っ張り出される要素が強いんですよね。はい、画面にこう見られてる、聞いている表情が実感できると、やっぱり話、これも剣道の気の働きと僕は究極的につながると思ってるんですが、だから一人一人がそんなにちゃんとこっちに顔を向けてこう話を聞いてもらえる場面っていうのは意外とないですよね。どっか同じ場所にいると、その気はないんだろうけど集中してない顔があったり、眠そうな顔があったりね、そうするとやっぱその人たちのことが気になって、この人にじゃあ聞いてもらうためにどうしたらいいかなっていう知恵を持ちながら、話するところってあるんですけど、そういう意味ではあの時間じっとこっちの方へ注視して、ご本人はそんな気じゃなくて画面だから言ってるんですけど、あの目線っていうのはこっちが乗せられるところが結果的にあるので、だからあの時期、だから大友さんに手伝ってもらいながら毎日ここで、基本的には2人でここで数週間やりましたけど、多い時は、それこそ9カ国10カ国近いところで50人60人いっぺんに話して終わってから、まあじゃあって言って雑談もひっくるめてすると、5時ぐらいから始めて12時過ぎまでになる時があると、気がつくとだから6時間ぐらい喋り続けてるわけですよね、誰もいないところで。終わってからよく喋ったなと思いながらいるんだけど、やっぱあれも剣道の気の働きと同じで、だ知らない人とあれはなかなか長くはできないですよね。相手の性格を知っていたり、こうこれまでのことがある中で多分成り立ってる、それはやり取りだったと思うんですけど、冗談でオールナイトニッポンだって一部二部そのまま夜中通して喋ったって4時間か5時間ぐらいで、途中ねコマーシャルも入れば曲も入れて彼らは対応して、それでも聞いてる方はそんな長い時間ね、タレントさんはいろんな話するの大変だろうなという思いで僕らはね聞いていたけど、6時間コマーシャルなしで喋れるんだからという感じは話しててしましたけども、でもな、私のコラムなんかでも書きましたけど、父親は毎週土曜日稽古終わってからは、ですから11時ぐらいから次の日の6時ぐらいまではここに10人ぐらいみんなに残ってて、一晩中こう、まあ技術論も当然入りつつ、剣道界におけるまあ時事ネタもありつつ、いろんなことに対して毎週毎週違う話を何年間もしてましたから、やっぱりそういったいわゆる問答、講義問答がそれぞれの剣道感を高めるし、こういわゆる最終的には哲学にそういったことが発展していって、その人たちの表現も良くなっていくんだなっていうのは、まあ僕の中ではあるので、ですからサロンの中での柱は稽古、そしてまあ
型もひっくるめた稽古ですよね。で柔道のそれに習うように稽古型講義問答というこの柱は加納先生が提唱された剣道の勉強武道の勉強法としてやっぱ共通だなというのはしみじみ思うので、そうするとこのオンライン上の活動っていうのはそれぞれが発信可能なんですよね。一方通行じゃなくて双方向であるということを前面に出せるんで、一方通行で講義してビデオを撮ったものは後で聞く、これは通信教育でもできるけども、その場で質問してもらいながら話が脱線しながらでも一緒に、で脱線しながらこっち行ったりまた戻ったりっていう、こうそういうこう生きたつながりっていうのが問答だと思うので、それはこちら側の勉強にもなりますし、それがどんどんレベルアップすることがそれぞれの剣道感を高めることにつながっていくんで、最も大事なところだなとは思っていたので、どうしても皆さん今時間がなかなか取りにくいので、それこそ親父のそれじゃないけど毎週徹夜して道場から帰れないようではね、家で困られちゃうからそこまで強要はできないけれども、まあ一旦逆にそっちの方は原点に帰りながらこうお伝えできる機会かなというふうに、あの当時もそう思って、まあ、毎週テーマ選んでお話ししてたところの中でのこれ発見でしたですね、はい、やっぱりですね、僕の中ではまだ一回も竹刀合わせてない方々と非常に深いやり取りができるようになってるっていう、まだ一回も稽古やったことないんですよね、その方々と。ただまあ動画でどんな稽古ぶりかっていうのが分かってみたり、でもいわゆる同じ空間にまだいたことない人が随分いるんですよ、主要のフェイスブックのメンバーに。でも1年僕のコラムを読んで考え方に共感を持っていただいたり、あるいは私の稽古の表現を感じ取っていただいたりで、まあ6段7段で剣道の表現、まあ好き嫌いはあるにしよう感じ取ってもらうことはまあできるところもあるのかな。でも逆に自分で教えていたり自分の価値観が強い人っていうのはなかなか拒絶するとは拒絶するところもある、両方面持ってると思うんですけど、まあ幸いその男女問わずその各地域でもう教えてる方々は逆にあそういう考え方もあったんだというふうに素直に、だから道場にで例えばよそでやった方が来て、あここでやってみたいと思ってやっていただける方の反応と同じような反応がこう繰り返しこちらが発信するものに対して質問にもこう、まあ、定期的なオンライン講義やいろんなことを通じて1年やっていくとですね、まあ常連メンバーっていうか今サロンの中でいろんな話が回っていく中の中心のメンバー何人かいらっしゃる方々は考えるとまだ実践稽古はできてないんで稽古やれてないんですよね。で稽古 やってないのにもしかしたら毎週まだまだこれがバランスとして難しいんですけど、うちで稽古やってる方よりももしかしたら僕の内面は感じ取ろうという努力や共感してる度合いがしてもらってる度合いが大きく伝わってるとか多い側面も見受けられるんで、だいつか私と稽古やるときにどうしようかっていうイメージで今いる時間の方がもしかしたらずっと稽古しない方がいいのかもしれなかったりするかなっていう、こう普通はねありえないですから、稽古は先にね稽古ありきだと思ったけども、先にこうただ本読むだけではそれは受け売りになっちゃうんで、この実際の表現とかを非常に感じ取りながらなんで、それはちょっとこれまでのこう机の上でのこととはちょっと違う
伝わり方っていうかですね、そういうこうまさしく その人間関係は新しいかなというふうに思いますね。でも逆に最近入ったあの方はフェイス、YouTube 上の私の動画を見て私のところに問い合わせを、だイノベーションがなかったらうちに多分たどり着いてない、まあ、主婦の方ですよね。で電話いただいた時にこうすごく、だ最初子どもさんが剣道やることへの問い合わせかと思ったんですよ。でよく聞くとご自身 で動画を見てぜひ私のようなもんでも稽古行っていいんでしょうかっていう言い方だったので、あんまりまだそれこそ初心者でこれから始める方かなぐらいに非常に丁寧に恐る恐るって言ったらもう6段持っていらっしゃるっていう。だから YouTube きっかけでまあサロンに入ってもらってる海外の人なんかも当然いてる、まあ、どう考えてもそれがなかったら知り合ってない方々なんですよね。アメリカにいたりドイツにいたりする方とその YouTube 上の、例えば私が80センチの理論であったり膝抜きであったり、少し私のオリジナルとしてこれまでの先生たちがあまり示さなかった方法論としてこう、まあ、この1年の、まあ、一つ肝になる理論とこう具体的なこう稽古実践方法として、あれは意図的にそういうふうに発信をしたものなんですけど、何人かそういうふうにこう反応していただいて、こう新しいお付き合いに結びつくという、この辺は人数が多いとか少ないは抜きにして、こう普通だったら行き合わない方と行き合えるという、で現在もまだ剣道としてのそれだけ深くいろんなことが、ね、やり取りできるんだけど、まだ実際に同じ空間にはいたことがないというまあ、そういう意味では、父も祖父も想像もできないようなこう剣道における人間関係かもしれないですよね。はい、サロンの方からすると、私があえてこの道場の活動を示しつつ、そこにこう違いを持たせてそのコミュニティを運営するということの意図をこう好意的に、それならばっていう形でお付き合いいただけてる部分の声も聞くとですね、これはだからぐっちゃになってもこの方々は居心地が悪くなっちゃうのかなというのは、こちらが最初に配慮したところなので、サロンの中の人間関係だとそれは逆にその方々はこう自信を持って学べるっていうかいう側面があるかもしれない。で一般で再開組で初段で入られた方がいらっしゃるんだけど、年齢的には僕らとそんなに変わらない年代だけども、子供の時やってその後ずっと中断されて、であるところでじゃあ今年からやろうと思って始まったらすぐ稽古がなくなっちゃったんで、と今の方々は YouTube で勉強されるんで、はい、その辺のところからつながって、ですからこう見ると立派な問題意識も持ちながら、質問事項なんかは本当に初段がするような質問じゃない質問が出てくるんですよね。まあ、ある程度そういう社会的地位高いところで働いていらっしゃるところの方だから、その感性をそこへ
置き換えることができるのかなと思うところもありますけど、まあね、あの途中中断があっても障害剣道に結果的にはなっていく新しい道筋かなというふうに感じるところ、これも発見ですよね。だから高団員レベルの人だけではない活動が同時にできているということなんですよね。だからなかなか道場内だと、まあ、その区別が逆に道場の良さではあるんですけど、あの一緒にはやってますけど同じところでの話っていうのができないのが道場の中での良さだけど、オンライン上だとその上の人たちが配慮しながら、あるいはそういう目線の人たちの価値観もちゃんと対応できるようにすることは重要ですから、そこがあるところお互い尊重し合って、こう先輩として助言する要素もありつつ、こうなんていうんですかね、この方々もお互いにまだ稽古したことない同士でこうつながっていく、あのまあ面白いっていうか、まあ、その共通のものが何もない中でね、そこでただ言葉尻だけで合わせても発展性があるのかなと思うものになってしまいますけど、実際に技術表現をお互いにちゃんと見て認めながら、じゃあそこをやるのに対して内面どんなことを考えてんだっていうことが分かった中で動作見てみると、それは見え方が違ってきますしですね。だから言葉と文字とこう併用しながら、こう内面を理解しながら、ちゃんと礼節持ってお互いがこう研究し合うと、これまでにない人間関係が生まれてくるんだなっていうことも今ちょっとずつ実感しているんですよね。はい。